はいどうも中島です。今回はですね、久々にオーレズさんの製品紹介なんですけども、近々ですね、オーレズさんのオフィシャルウェブサイトにでですね、ブラックフライデーセールが開催されるとのことで、まあ、それに合わせてですね、こちらの新製品の方送っていただきました。はい、まずですね、こちらですね、ロングセラーのタクティカルライトシリーズの最新作、ウォーリアー X4 ですね。まあ、いかつくてね、いかにもパワーありそうな感じですよね。はい、で、こちらはですね、バトン4プレミアムエディション、モバイルバッテリーケース付きのライトシリーズの最新作ですね。ライト単体でも充電できますし、こう充電したバッテリーケースに突っ込んでもね、充電できるという代物です。で、こちらの小さいのがですね、i3T2 EOS と i3E EOS ですね。こちらはね、結構前から販売されているモデルなんですけども、今回はね、スペシャルカラーバージョンが出るとのことでね、送ってくださいました。で、こちらはですね、単4型のね、普通の乾電池を使用するタイプで、で、こちらの2つはですね、充電式、リチウムイオン電池をね、使用するタイプになっております。で、いつもね、結構黒いボディのね、ものを送ってくださるんですけども、オーレドさんのね、アルマイトカラー、メタリックカラーってすごく綺麗なんですよ。で、その魅力をね、伝えたいということで、今回ね、わがまま言いまして、全部ね、スペシャルカラー版をですね、送っていただきました。はい、ということでね、早速開封してみたいと思います。こちら、ウォーリアー X4 ですね。めちゃくちゃごついですよね。まあ、ザ・タクティカルライトって感じのね、形してますけども。このね、前方周りのね、ヒートシンクがまた迫力ありますよね。で、こういったね、ラバーの引っかかりの部分があるので、まあ、こういう風にね、いわゆるタクティカル持ちもね、できるようになっております。まあ、例えばね、こうしてね、ハンドガンなどを構える時とかにこうするとね、しっかりとホールドされると。まあ、これをね、タクティカル持ちっていうらしいです。で、テールスイッチはですね、おなじみのマグネット式でのね、充電なんですけども、このマグネット充電の他にもですね、こちらをですね、こういう風に回転させると、USB-C タイプのコネクタが出てきまして、なんとね、ここからもね、USB で充電できるということなんですよね。これね、別売りのリモートスイッチをですね、取り付けて、ライフルとか銃とかにね、まあ、取り付けるウェポンライトとしても使えますので、まあ、こういうリモートスイッチがくっついてる時にはですね、いちいちそれ外してね、マグネット充電するとすごく面倒ですけども、もう1系統ね、USB で充電できるならね、すごく楽に充電できますよね。そして何より、このボディのカラーですよね。そう。このオーレズさんの独特なメタリックカモフラージュパターンね、ほんと好きなんですよね。以前ですね、こちらのね、炭酸型電池を使うタイプのミニライト。これのカモフラージュパターンのね、色違いのものもらったんですけども、これがね、すごい気に入っていてね、ずっと手元に置いてあるぐらいなんですけど、このグリーンのパターンもいいですね。もちろんね、スタンダードなブラックカラーのものもね、ラインナップされておりますので、まあ、お好みの方をね、選べるようになっております。で、付属品なんですけども、こちらね、最初からしっかりとしたね、ハード素材の、こういったね、専用ホルスターが付いております。ベルトにもね、ギアにも取り付けられるようになっております。あとはね、充電ケーブルと取扱説明書ですね。はい、で、スペックの方なんですけども、まずね、レギュラーモードとタクティカルモードというね、まあ、二つの大きな括りのモードがあるみたいなんですけども、レギュラーモードの方は、ハイとローの2段階切り替え。マックス2600ルーメンと、ローモードの300ルーメンの切り替え。で、タクティカルモードの方は、ミディアム1000ルーメンとストロボモードの2段階切り替えとなってるみたいですね。で、これね、レギュラーとタクティカルのモード切り替えが独特で、点灯状態でテールキャップを緩めて、で、聞いたところでもう一度締め直すと切り替わるという感じで、まあ、正直ね、面倒なんですけども、まあ、これはね、ウェポンライトとして使うこと前提ってことで、まあ、こういう感じになってるんだと思います。
はい、ということでね、使ってみましたけども、まあ、光のスポット感が強くてね、ビームのように飛んでいく感じ、遠距離向きですね。山歩きとかアウトドア、警備なんかにもね、いいかなと思います。はい、そして次はこちらですね。バトン4。こちらはですね、このケース自体がね、モバイルバッテリーみたいになっておりまして、まあ、充電してね、予備バッテリーのようにしても使えると。で、ライト本体もですね、それとは別にね、単独で充電できるようになっております。まあ、例えば、ライト本体の充電がなくなってきてね、まあ、出先とか、まあ、山の中とかね、電源のないところでも、このケースに突っ込めば、そこで数回分は充電できるということですね。あと、ごちゃごちゃしたカバンの中とかに入れるときとかも、まあ、こういうケースがあった方がね、テールスイッチのマグネット部分にいろいろくっついたりしなくていいかなと思います。ケース込みでもね、こちらかなり小さいので、EDC ライトにもね、いいかなと思います。で、こちらもですね、スペシャルカラーということで、まあ、本体もね、深いパープルブルーのようなね、メタリックカラーで、非常に美しいですね。で、この他にもですね、カラーバリエーションが2つありまして、全3色からね、選べるようになっております。はい、で、こちらのね、スペックの方なんですけども、全6段階のね、モードがありまして、一番弱いムーンライトモードで 0.5 ルーメン。もうついてるかどうかわからないぐらいですけどもね。で、ローモードで、12ルーメンですね。で、ミディアムモード60ルーメン。で、ハイモード600ルーメン。まあ、これでもね、相当明るいですけどね。そしてね、マックスターボモード1300ルーメンですね。そして最後、ストロボモード。はい、ということでね、屋外で使ってみましたけども、このサイズながらね、真っ暗闇も余裕で照らしてくれるほどね、パワーがありまして、驚きましたけども、まあ、本体が小さいのでね、ハイパワーモードだと発熱がすごいので、まあ、長時間運用には向いてないっていう感じですね。まあ、ちょっとした普段使いにはね、すごくいいかなと思います。はい、そしてこちらね、i3T2EOS と i3EEOS。こちらね、両方とも、単4型の普通の乾電池を使うタイプなんですけども、本体のサイズとね、電源のオンオフのね、動作が違うんですよね。で、こちら i3T2 の方はですね、テールスイッチタイプ。で、i3E の方はね、ツイストタイプ。本体をねじってね、オンオフします。で、こちら両方ともね、スペシャルカラー版ということで、まあ、特にこの i3T2 のね、黒金カラー、めちゃくちゃかっこいいですよね。ドラゴンとフェニックスのデザインがあしらわれています。で、i3T2 はね、ハイモードとローモードの2つのモードが、スイッチで切り替えられるようになっております。で、i3E の方はね、90ルーメンの1モードのみとなっております。で、なんと今回ね、21日から始まります、ブラックフライデーセール中にですね、こちらの i3E のこのスペシャルカラー版ですね、なんと無料で入手できるチャンスがございます。条件はですね、オーラズさんのサイトに初めてね、新規登録して、他の製品を購入した場合ですね、こちら、無料ギフトとしてもらえるとのことです。すでに会員登録済みの方はね、こちらもらえないんですけども、これとは別のですね、アイサンクスというですね、ミニキーチェーンライトが、無料ギフトとしてね、もらえるとのことです。まあ、どちらにしてもね、セール中に何らかのね、製品買うとですね、何かしらのミニライトがタダでもらえるってことですから、これはすごいお得ですよね。はい。で、さらにね、クーポンコードもございます。はい。こちら、クーポンコード、ワイン中島をですね、注文時にですね、入力すると、なんと 10% オフになるとのことで、まあ、ぜひね、購入の際は利用してみてください。このクーポンコードはですね、オーラズさんの公式ウェブショップのみで使えるものでして、使用回数制限はないようなのでね、セール期間外でもね、いつ注文しても何回でも使えるみたいです。
で、ただしですね、セール対象品、つまり、すでに値引きされているものに関しては、この 10% オフは適用されないとのことですね。さらに詳しくね、サイトの URL 等も含めて、動画説明欄にですね、記載しておきますので、ぜひね、チェックしてみてください。はい、ということで、今回はね、以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。